不織布と安全ピンで折り紙のように超簡単にできるグリとグラの帽子です。幅75センチのラッピング用不織布ロールを使いました。不織布を一辺75センチの正方形に切ります。これを折り紙兜のように折っていきます。まず三角に折り、2枚合わせて安全ピンを待ち針のように使って留めます。次にこの角の部分を折って、先ほどの安全ピンで留めます。反対側も折ったら、下の1枚は残して安全ピンでしっかりと留めます。安全ピンで留めたところを真ん中まで折ります。さらにその半分に折って、内側から安全ピンで留めます。裏返して反対側も同じように折ります。これを四角く折り直します。角を折り返して安全ピンで留めます。反対側も、2回に分けた方がいいですね。まずここまで折って、さらにもう一度折り、裏側から安全ピンで留めます。反対側も留め直します。ここまで折って、もう一度折り、内側から安全ピンで留めます。これを元のように折り直します。折り紙兜と違って、真ん中に線がない方が前になります。ここに画用紙で作った耳を安全ピンで留めます。耳の安全ピンが隠れるように帽子のつばを折り返して、裏側から安全ピンで留めます。この時、表から安全ピンが見えないようにしましょう。ストッキングを輪切りにしたゴムを2本用意します。これを安全ピンに通し、輪を作って、その中に反対側を通して引っ張っておきます。反対側も同じようにしてゴムをつけておきます。帽子用のゴムを使う場合は、安全ピンに結びつけてください。帽子をかぶって顎のところでゴムを結びます。余分なゴムは後で切っておきましょう。一度つけておけば、次からはゴムを引っ張るだけでかぶることができます。これを青と赤で作ります。グリとグラの読み聞かせをするときは、エプロンと組み合わせて身につけましょう。